岡山のスーパー中学生ドルーリー守衛佐と17人抜き区間新。カナダ出身の父持つ陸上界の新ヒロイン。菱形陸上第41回全国都道府県対抗女子駅伝2023年1月15日、京都市竹菱スタジアム京都発着。岡山のドルーリー守衛里、守衛里、15イコール鶴山中が3区3キロで出場し、区間新記録となる9分2秒をマークした。38位で襷を受けてから次々と選手をかわし、17人抜きの快走。初めての舞台で大きなインパクトを残した。大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝し、最終9区10キロの松田瑞生、27イコールダイハツ、が区間賞。京都が2位、福岡が3位だった。都大路にスーパー中学生が現れた。38位で襷を受けたドルーリーは、序盤からアクセル全開で次々と選手をかわしていく。最初の1キロを2分55秒で通過。目標に掲げた8分台には届かなかったが、わずか3キロで17人抜きということ次元の走りを見せた。今日まで調子がどんどん上がってきていたので自分の感覚を信じて走りました。本格的な駅伝は初めて。17人抜きは、とても嬉しかったです。レース後は初々しい表情で声を弾ませた。これまでの区間記録だった第31回大会の高松もチムセンビ、大阪薫英女学院中の9分10秒を8秒縮め、不破生以来、オールイ中が第36回大会でマークした9分14秒も上回った。カナダ出身の父、日本人の母の間に生まれ、走るのが好きだったから、と小学4年で陸上を始めた。中学に入ってから頭角を現したが、昨年大会は貧血によって出場を逃した。その後、食事面から改善し、バランスよく栄養補給。鶴山中では陸上部の女子部員が1学年1人ずつの3人しかいない中、主将を担い、練習メニューも自分自身で考えて取り組んできた。昨年8月の全国中学校体育大会で1500メートルを、10月の U16 大会で1000メートルを制覇。初出場となった今大会でも強烈なインパクトを残し、将来が有望な中高生に贈られる未来勲章を受賞した。シドニー五輪女子マラソン7位で、岡山県チームの監督を務めた天満屋の山口栄里ヘッドコーチも、周りと走りが全然違う。中学生の走りじゃない、と賛辞を惜しまない。今後は五輪出場などへの夢が膨らむが、目標は高校に行ってインターハイに出場して、少しでも活躍すること、と目の前を見つめた。昨年末の全国高校駅伝男子では倉敷が、今年度の全国高校サッカー選手権では岡山学芸館が優勝した。スポーツ界で旋風を巻き起こす力、陸上界のニューヒロイン候補が誕生した。ドルーリー守衛里守衛里、星生年月日とサイズ2007年平19、11月16日生まれ、岡山県津山市出身。カナダ出身の父、日本人の母の間に生まれる。身長1メートル57。星競技歴、小学4年時に陸上クラブの津山ジュニアに加入。当初は短距離中心だったが、小4の終わり頃にリレーマラソン大会の練習をしていた際に才能を見込まれ中長距離を走るようになった。現在は400メートルから3000メートルまでをこなす。星憧れ、東京五輪1500メートル8位入賞の田中家実、トヨタ自動織機が大好き。ラストスパートと努力しているところがすごい。星特技、美術が得意。水彩画が岡山県のコンクールで表彰されたことがある。駅伝ごぼう抜きアラカルト星都道府県対抗男子駅伝97年に新堂吉。秋田が3区9、2キロで30人抜きして、12位。星都道府県対抗女子駅伝07年に湯田智美、愛知、09年に小林優里子、兵庫が2区4キロで記録した29人抜きが大会最多。
推しニューイヤー駅伝04年に小島忠幸、旭化成、と上岡弘次、日産自動車が共に2区22キロで20人抜きの快走。星箱根駅伝09年にギタウダニエル、日大が2区232キロで22位から20人抜きで大会最多を記録した。星全国高校女子駅伝06年に小林由里子、須磨学園が2区40975キロで20人抜き。15年にはケニア一留学生のヘレニエカラレ、仙台育英が2区で29人抜き。翌16年も同じ2区で27人抜きした。M1 も高校サッカーも、岡山旋風、昨年末から続く岡山旋風が止まらない。口火を切ったのは、昨年12月の漫才日本一決定戦、M1 グランプリで王者に輝いたウエストランドで、コンビの河本太と井口博之は、共に岡山県津山市出身。続いて、昨年末の全国高校駅伝で、男子は倉敷高が大会新記録をマークして優勝した。年明けの全国高校サッカー選手権では、岡山学芸館が県勢初優勝を果たした。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願い。